もしも育休を取ってなかったら。僕は知らなかった。大丈夫？妻から家事育児ができるか心配されるということを。自分の家なのにどこに何があるのかわからないということを。今までの経験や大人の物差しが通用しないということを。どうしたんだろうね。こんなにも睡眠不足になるということを。育休をただの休日だと思っていたら痛い目を見ることを。けど僕は知った。新生児を抱っこする時のあのドキドキを。命を扱う責任感を。育児をしているパパを見ると仲間意識が生まれることを。得意料理が増えていくことを。上の子が思っていたより頼りになることを。男性でもほとんどの育児ができるようになるということを。できることが増えていくと妻が頼ってくれるようになるってことを。すべてのパパに知ってほしい。家族にとって、自分にとって、新たな幸せに出会える選択肢もあることを。日本にもっと男性の育児休業を。